日産自動車が全世界で9000人、全従業員の 7% にあたる人員削減を発表し、大きな波紋を呼んでいます。技術の日産として数々の名車を送り出してきた同社ですが、業績不振の原因は何なのでしょうか。先日開催されたカーイベントで筋金入りの日産オーナーたちに話を伺いました。他のメーカーと違って日本のニーズをあまり考えていないように感じますね。もう少し日本向けの車を作ってほしいですと語るのは、1986年式サニー 305RE ニスモに乗る松田徹さんです。彼の言葉からも日産が抱える課題の一端が見えてきます。父の仕事の関係で日産の車以外には乗れないという決まりがあったんです。他の車に乗るなら家を出て行けと言われるほどでした。そんな日産一家で育ち、免許を取った後初めて購入した車がサニー以来、13年間乗り続けているといいます。学生時代にデザインを学んでいた松田さんは、カルロス・ゴーン元会長と何度か意見を交わした経験があるそうです。ゴーンさんとは何度かやり取りをさせてもらいました。当時ウィンブロードが前期から後期にかけてデザインが変わった際に、サニーも変わるんですかと尋ねたら、サニーはあれでいいと言われました。ゴーンさんのことを評価していた部分もありましたが、彼がトップになってから日産が高級路線にシフトしてしまったのは残念ですと嘆いていました。スカイラインはスポーティー路線から大きく方向転換しました。 R34 型から V35 型へのモデルチェンジでは丸テールがなくなったと、そのデザイン変更が多くの人に衝撃を与えました。現在の日産車について、いいなと思う車があっても価格が高くてなかなか手が出せないと語ります。また車が大きすぎて狭い道の多い住宅地では運転しづらい、マーチやキューブに乗っていてもサイズが大きく感じると指摘。現行ラインアップの中で購入したいと思う車は見当たらないものの、日産ノートのリア周りのライト配置がこのサニーのセダン前期型に似ていていいなと思います。でもあれハイパワー専用なんですよね。ガソリン車に慣れていると静かな車の音は少し物足りないと話していました。94年式のスカイライン GTR ウィスペック2型に乗る相原雄二さんは、 GTR 一筋の熱心な愛好家、これまで24年間で3台の GTR を乗り継いできました。業績不振のニュースには日産ファンとしては本当に寂しいですね。昔はスカイライン以外にも魅力的な車がたくさんあったのに、今はラインアップが減ってしまいました。フェアレディ Z も価格が高くなり、抽選販売や納期の遅れもあって、そもそも手に入れるのが難しい状況ですと肩を落として語っていました。日産を代表する GTR は1444万3000円から、フェアレディ Z は549万7800円からと、どちらも高額です。今の GTR は大きすぎて自分には合わないですね。試乗もしましたがしっくりきませんでした。性能は良いのでしょうけど運転している実感が薄いんですと語ります。愛車は30年前の GTR、 癖はあるけれど運転している感じがしっかりあるんです。日産にはこれからも頑張ってほしいと控えめに話していました。4台の GTR を所有するベテランオーナーは、自動車業界の現状について、今はトヨタの独り勝ちだよねと率直な印象を語ります。さらに日産が名前を消してしまったのが問題だと思うんです。ブルーバードに乗っていたと話しても、今はその名前がもうない、シルフィなんて言われてもなんそれってなるでしょう。サニーも同じです。初代から3代目くらいまでは良い車が多かったのに、そうやってお客が離れてしまったと日産の戦略ミスを厳しく指摘しました。日産が最も輝いていたのは昭和40年代の半ばから後半だと思いますと語る一方で、80年代や90年代に入っても数は少ないけれど良い車は残っていましたとの見解を示します。しかしその後はブランド力のある車が次第に減少。スバル系のオーナーは浮気しないんです。ずっとスバルに乗り続ける。でも今の日産にそれがあるかと言われるとあまりないですね。スカイラインが好きな人はずっと乗り続けていますが、他の車種ではそういうケースがほとんど見られませんと指摘しました。看板車種である GTR やフェアレディ Z についても時代の変化による逆風を感じているようです。 GTR や Z の需要はほんの一部に限られる。仮にシルビアが復活しても今ではそれほど台数は出ないと思いますと語ります。さらに若い人たちにとっては
車にお金をかけずに普通に走れればそれで10分、軽自動車でこと足ります。今の軽自動車は豪華ですからね、と付け加えました。日産車との付き合いは50年以上にわたり、思い入れも深い。そのため日産には元気を出してほしいと応援の言葉を送ります。しかし一方で他社の車も魅力的で、最終的に日産を離れたのは他のメーカーが多様な車を出しているから、結果として選択肢が分散してしまったと競争力強化の重要性を指摘しました。所有者からは新しい車なのに旧車の方が快適だと思うとの声も、いずれも日産車の深い愛情から来る本音であり、日産の復活を信じて今後の展開を見守っているとのことです。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。